輪島市門前町浦上、その中にある中谷地区は住民のほとんどが仮設住宅に移り、自宅には住んでいません。これらはもうもちろんこの家も住まれんし、それからここがこの人の中谷地区の区長のうちね。そうやけどももうここで住まれんもんで、うちなでっておらん。この下にさらに2軒あるんだけども、その2軒の人も今仮設入っとる。こうした中、住民たちはある決断をしました。災害公営住宅への集団移転です。浦上の中谷地区では11世帯のうち8世帯が集団移転に合意しているといいます。移転先は同じ浦上の中でも数キロ離れた場所を希望。この公民館の近くに災害公営住宅を建てたいとしています。ここの敷地を活用したい、うん、ここで8軒ぐらいは十分建つんですよ。そして今日午後、輪島市役所に要望書を手渡しました。要望に対し市長は、中心部に近いところで皆さんがですね、いいコミュニティを作りながら今後また生活をしていくというこの取り組みはですね、輪島市にとってもですね、まずはモデル的な取り組みになるのではないかというふうに思っておりますので。県のまとめでは、能登半島地震により今なお1422人が避難生活を余儀なくされています。今日、輪島市名船町で行われていたのは地元の夏祭り、名船大祭。名船町は元日の能登半島地震で土砂崩れが発生して一時孤立状態となり、いまだに一人の行方が分かっていません。それでも伝統を絶やしたくないと規模を縮小して祭りを開催することに。代々地元の男衆に受け継がれる御神女太鼓が力強く打ち鳴らされました。よかったです。かっこよかったですね。元気出ましたか？はい、出ました。そうですね。できればこの子にも祭りを見せてあげたいですね、これから。地震の後、初めて地元に響いた太鼓の音。打ち手の思いもひとしおです。いや、最高ですね。毎年そうなんですけど、やっぱ私たち全国いろんなとこ回って叩くんですけど、やっぱこの祭りのこの地区で叩くというのが一番緊張するんで、言うなれば早く元通りの去年までの生活に、本当に一日でも早く戻りたいと思いますけど。まだ町を離れて避難生活を送る人も少なくありませんが、地元の伝統を守るためこれからも活動を続けていくということです。そして珠洲市にある塩田では、今日金沢学院大学の学生たちが塩作りを手伝っていました。こちらの塩田は元日の地震の影響で人手不足に陥っていましたが、大学側が学生に呼びかけたところ、続々と参加者が集まりました。強い日差しに照らされた砂は表面の温度が50度近くになるということで、学生たちは思わず、気持ちいいっす。やけどして皮むけるみたいなの職人の方が言ってたんで、大変ですね。もういろんな人に食べてもらえるような美味しい塩になってほしいです。塩作りしてくれた人がほとんどここに残っておりませんので、大変弱っておりました。金沢学院大学の学生さんはもう救世主ですわ。学生による塩作りの手伝いは来月11日まで続くということです。今日、能登鉄道の穴水駅では、地元の保育所の園児たちが見守る中、ピカチュウなどのイラストがラッピングされたポケモン列車がお目見えしました。
この取り組みは被災地の子どもたちに笑顔になってほしいという願いを込めて企画されました。車内の内装にもポケモンのキャラクターが、駅名が記された看板もポケモン仕様です。そして一日駅長を務めるピカチュウも列車の見送りのため姿を見せました。ポケモンの絵と写真を撮る。どんなところが楽しかったですか？ピカチュウです。ピカチュウ見てどんな気持ちになった？可愛かったです。能登半島大変まだまだ困難が続いてますけれど、この車両の中で、笑顔になっていただければ、元気になっていただければと、そういう思いでございます。このポケモン列車は穴水駅と七尾駅の間を1日2往復、水曜日を除き運行されます。先月20日、珠洲市の倒壊した住宅の周りに多くの人が集まり作業を進めていました。瓦の回収です。その様子を見守っていたのは坂茂さん。世界的な建築家で、これまでに何度も能登に足を運んでいます。とにかく能登に通うようになって、この能登の風景が多分このまま放っておくと、多分能登瓦も使われないで、伝統的な木造の住宅もない、それじゃあまりにも寂しいんで、少しでもそれを残していきたいと。集める瓦は能登瓦、回収して保管し、新たな住宅などを建てる際や修繕する際に再利用してもらう計画です。県内外の学生をはじめ瓦職人も協力していました。両面に釉薬がかかっていて、黒光るっていう黒瓦が、瓦業界の能登瓦の定義です。海に近いから潮塩害とか、あとはやっぱり寒いの冷害とか、それにやっぱり強い、これをどうやってか再利用することによって、なんかまた能登の新たな復興のなんか手助けの一つになればなと思って。黒い瓦屋根は能登の大切な景観の一つ。公費解体が進められる中、今が瓦を集める貴重な機会となっています。一方、こちらは鈴焼作家の支援に向けて建てられた仮設の工房です。材料に使われているのは紙管と呼ばれる紙製の筒で、土台には砂袋を詰めたビールケースが敷き詰められています。この釜を直さなきゃいけないんですね、崩れた釜を。で、去年もそうなんですけど、全国からたくさん手伝いに来てくれるので、その人たちの休憩場所とか宿泊場所に最初使います。でその後は、焼けた作品のストックとか、いろんな細かい作業をするのに使おうと思ってます。職人の生業を支えます。実は坂さんが考案したこの紙の建物は、珠洲市で去年5月の地震の後にも仮の住まいの一つとして建てられました。この紙管っていう材料は全部再生紙でできてますけども、安くて強度もしっかりしてる。学生たちも協力し、建設期間はわずか2日というスピード感。今年の元日の地震では、隣の建物が崩れてきたものの、この家自体は無事だったといいます。そして、坂さんが設計を手掛け、今着々と整備が進んでいるのが、こちらの仮設住宅。木造2階建ての建物で、入居期間の2年間を過ぎても、高級的な住宅として利用することができます。従来の仮設住宅っていうのは、ご存知のようにプライブ住宅、2年間で、皆さん、出なきゃいけないんですね。でその後解体されて、ほとんどのものが、ゴミになってしまうんですね。もう日本のその仮設住宅の、作る災害のシステム自体もなんとかしなきゃいけないと考えてるんですね。
すでに入居し暮らし始めている人たちもいます。どうですか、住み心地は。とても素敵です。いいですか、はい、よかったです。木がとっても気に入りました。はい、落ち着いて、なんか何でもできます。よかった。どうですか、住み心地は。住み心地はどうですか。いいですよ。いや、どうですか。いや、僕らが作らせてもらったんで、はい、いや、そういう笑顔を見せていただくとやりがいがあったなと思いますね。ありがとうございます。僕、主催者にいつも言うんですけど、もっとわがままになってくださいと、こういうものが欲しいとか、こんなものが困ってると、そうやってレベルを上げていかないと。で、仮設住宅もそうだと思うんです。やっぱりもっとどんどん良くしていかなきゃいけないから、いいものをやっぱり作って、やっぱり行政にも見せなきゃいけない。日本全体のレベルを上げていくために、僕らがやっていかなきゃいけないことだと思ってるんで。能登の復旧復興に向けて欠かすことのできない住まいの再建。世界的な建築家が能登の課題解決を図るとともに、さらなる住環境の改善へと動いています。夏の甲子園には3年ぶり3回目の出場となる小松大谷。今日の壮行会には生徒や教職員などおよそ300人が参加し、西清人校長が甲子園で記憶に残る試合をしてきてほしいと激励しました。これに対し東野至首相が決意を述べました。甲子園大会では小松大谷の歴史としてまだ一勝も挙げられていません。まずは甲子園大会で一勝して、全員で甲子園球場で校歌を歌いたいと思っています。大会は今月4日に組み合わせ抽選会が行われ、7日に開幕します。移動販売車 JA 白山ジワモン便は、自動車での買い物が困難な高齢者世帯や買い物に不便を感じている地域住民に向けて、今日から運行が始まりました。新鮮な農産物や総菜などの食品、生活用品を含め、およそ500の商品を販売します。運行は月曜日から金曜日までの平日に行われ、白山市の白峰から三河までを5つのエリアに分けて曜日ごとに巡回します。今まで来たくても来れなかった地域の皆様に、地域の生産者の作ったものをやっぱり僕ら売ってますんで、まあ、食料品であったり野菜であったり果物であったり、そういうものを届けれたらいいなと思ってます。今後ニーズが高まれば、移動販売車の台数や巡回するコースを増やすということです。 JR 大阪駅西口に昨日オープンした商業施設切手大阪。石川県は2階フロアに福井県と富山県と合同で、関西地方初となるアンテナショップ北陸プラスを開設しました。店内には県ごとに3つのブースが設けられ、羽二重餅や加賀棒茶など400種類以上の特産品を販売しています。また地酒を楽しめるバーもあり、駅の利用客らが早速その魅力に触れていました。施設は大阪駅の西口と直結していて、県は関西での新たな情報発信の拠点として、北陸地方への観光誘客につなげたいとしています。今日の北陸地方は朝から晴れているところが多くなっています。北陸地方では向こう1週間も高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みで、新潟地方気象台は今日、北陸地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より9日遅く、去年より11日遅い梅雨明けです。木曜日は報道部の気象予報士小野さんに週末のお天気を中心に伝えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。小野さん、やっと梅雨明けしましたね。はい、平年や去年よりも10日くらい遅くなりました。はい、ただ先月の暑さは記録的でした。そうですね。はい、一月の平均気温で7月の観測史上1位だったのが、加賀、中津原と珠洲です。その他多くの地点で観測を始めてから
その地点としては7月として2番目3番目という記録を作りました。この2つが7月の中で一番暑かったってことですね、はい、今年。そうですね、この地点では1位を記録したってことです ね。そして明日も対象の明日対象となっている熱中症警戒アラートも出されていますし、はい、これからより本格的に体調管理しないといけませんね。 そうですね、そこで気象台の週間予報を見ていきましょう、はい、うん、ご覧のようにこの先はずっと晴れのマークが続きます。はい、本当に夏本番ですね、はい、そして最高気温なんですが34度の日多いですね。そうなんですよね。今の時期は1年で最も暑い頃です、うん、最高気温の平年は32度くらい、うん、最低気温は25度くらいですので、はい、どちらも高い日が続くでしょう、うん、さて、はい、今日は台風の風の速さについてお伝えしましょう、うん、今年まだ発生4号と、まあ、ちょっと少なめかなというところなんですけれども、はい、最近の台風の風ってこう最大瞬間風速が50メートルとか60メートルとか、はい、ちょっと強くなってきてませんか。60メートルとか聞きますね。聞きますね。突然ですが石川さんにここでクイズです。はい、突然ですね、はい。先ほどお伝えした最大瞬間風速が秒速60メートル、はい、うんうん、その風は乗り物の速さに例えると、うん、次のどれが最も近いでしょうか。1番高速道路を走る車ぐらい、うん、2番新幹線延伸前の特急サンダーバードぐらい、うん、そして3番は新幹線ぐらい、どれでしょうか。こういう時はだいたい一番速いものじゃないですか。北陸新幹線じゃないですか、はい、正解を見てみましょう、はい、こちらです。お、はい、その通りですね、はい、新幹線並みなんですね、うんうん、秒速60メートルの風は時速に直すと200キロ以上になります。そんな速いんですね、はい、それぞれの速度を時速で見ていきましょう、はい、一の高速道路では時速約100キロぐらいです。で2番の新幹線延伸前のサンダーバードは、はい、JR の西日本の広報の方に聞きましたらば、うん、最高速度は時速約130キロだったそうです。そして3番の新幹線ですが、北陸新幹線は最も速い区間では260キロなんだそうですね。で秒速60メートルは厳密には時速200キロを少し超えるくらいなんですけれども、はい、この中では一番近いのが新幹線ということになります。そんなに速かったなんて知らなかったです、はい、台風が日本に近づいたときは、はい、ぜひ気をつけたいものですね。本当ですね、はい、では最後に気象台の週間予報でこの先の天気をもう一度確認していきましょう。この先は夏らしい晴れの日が続くでしょう。今の時期は1年で最も暑さが厳しい頃です。最高気温の平年は32度ぐらい、最低気温は25度ぐらいですので、どちらも高い日が続くでしょう。もう夏休みに入ってますから熱中症もですけれども、水の事故も気をつけたいですね。はい、ここまで小野さんとお伝えしました。